でのイベントはたった今終わりました。イエーイ。はい、ということでイクミンのスポコスアイラブスポーツのイベントを2日間にわたって行ってきたんですけど、すべて終了しました。はい、大阪での個人イベントがすごく久しぶりだったので、ちょっと人集まるかどうかなって思ってたんですけど、毎回来てくださる、ファンの方たちだったり、今回初めて来ましたっていう方とかもたくさんいたので、とても嬉しかったです。今回のイベントではイクフェスと称してもらって、写真展だったりジャックさせていただいたり、あと大阪でのイベントもさせていただいたりして、とても私的に充実していたなって思います。本当2日間楽しかったです。大阪でのイベントも久しぶりにできてとても嬉しかったです。これからも久松郁美を応援よろしくお願いします。それではバイバーイ。